あ、おはようございます。ビッグウェーブさん1個目ありがとうございます。コバありがとうございます。ありがとうございます。ちゃみと寝てたんですけど、今日そしたらね、あったかいですよ。犬はなんかめっちゃ熱くなる。あ、なに？なんやろ、寝たら犬が寝たら湯たんぽかってぐらい熱くなる体が。それが2匹くっついてたらあったかい。ゆうきくん、くりちゃん、けんよんぱちさん、ギフトありがとうございます。時間だ、ありがとう。ダイナソーバラありがとうございます。ありがとうございます。おばけありがとうございます。抱き枕ね、めっちゃでかいのがいいめっちゃでかいのがいいよね。私はあのダッフィー持ってるでもなんかわけわからんぐらい人形あるけど、なんでってぐらい自分でもようわからんぐらいなんか人形置いてあるけど、寝るところベッドのとこに選ばれたのは小3の時にディズニー行った時に買って帰ってきたでかいダッフィーくんです。どでかいダッフィーふっさん、あなたもありがとうございます。ぬいぐるみいっぱい系女子は嫌だよね。でもなんかぬいぐるみってなんか捨てれなくないですか？呪われそう分からんけど。たかひろさん、お墓ありがとうございます。なんかメルちゃんとかリカちゃんとかめっちゃちっちゃい頃持ってたけど、それはなんか全部あげた気がする人形捨てるのなんか怖い、呪われそう、戻ってきそう家に捨てたのにあれ？みたいな。ありがとうございます。
よかった。お墓、ジャップスさん、お化けありがとう。お化け、お化け、お化けが来るぞ。逃げろ逃げろ、取りつかれるぞ。おはようございます。まこくまさん、ハートありがとうございます。変な形で寝とったけど、なんかおかしい。大好き。大原さくら子さん、でも、もう歌唱力、来週、もう来週じゃない、もう1週間もないぐらいに撮るので、楽しみにしててじゃないな、頑張りたいと思います。何を歌うのでしょうかって感じです。そんなに別にそんな拡散でもいいけどね、お楽しみにって感じ。そんな拡散、隠すほどでもないですけども、決勝ってなったら確かになんかそのステージで知りたいみたいな感じあるけど、予選やから。おはようございます。それまでになんか乾燥したらやばいよね。乾燥したらというか枯れたらもうやばい。いつもなんかこういう寒い時期やから緊張する。予選の時はまああれやけど、決勝とかになってくるともっと寒い時期やから緊張する。声枯れるやん、声枯れんかみたいな。龍角さんめっちゃ食べ出す。みゆこ先生、おわけありがとうございます。ありがとうございます。プレミアム、今日発売だあれか、本日発売でございます。プラチナフラッシュ、プラチナフラッシュさん本日発売でございます。
日以上続けてくれてありがとうみたいなそのご褒美企画として、あの東京タワーのもうあのギフトにはないけど昔あった東京タワーがあったじゃないですか、ギフトにだからみたいな感じで東京タワーの前で撮影しました。イエーイぜひゲットしてください。プラチナフラッシュさん本日発売です。そうちゃんかわいい、ありがとうございます。結構あるって言ってたけどどんぐらい映ってるのでしょうか、私もわかりません。CM ナウさんも見てない見てないんですけどね。もらった、みんなもらったとか言ってた。まあいいか。あ、直接会えるお話し会も11月23日にある、関東の直接会えるお話し会も申し込みができるようになっております。オンラインお話し会を申し込んでくれた方で関東にも会いに行けるよって方はぜひシリアルナンバーを入れて申し込みよろしくお願いします。関東で会いましょう。CM ナウさんもらってない。パオン。関東嬉しい、お待ちしておりますおはよう。直接会えるのはこれしかないですからね。関東大阪広島ってあるけど、関東の皆さんはここの1日しかございません。ぜひ会いに来てくださいまし。YouTube だけ見たけど、あそこからが良かった。なんかなんだっけ、二次プロジェクトみたいな感じでドアから入ってくるところからが良かったな。一人ずつJY パークさんみたいな的な人と一対一みたいな、あそこからアニハセヨー、アニハセヨーってか入ってくるところから見たかったよね。二次プロジェクト感じたか全然違かったよ。
アニハセヨってところから分かった。暴月暴日広島おはようございます。ではランキングを読みたいと思います。13位塩小路さん、12位ひろたんたん、11位あやさん、10位エスベイさん、9位かんちゃん、8位ひげじろうさん、7位せいがくん、6位ひげのまささん、5位きずなくさん、4位ふうさん、3位ゆっちゃん、2位けんよんぽちさん、1位はドルルン、たかひろさん、ありがとうございます。では今日も頑張っていきましょう。それではまた夕方に配信します。バイバーイ。